あなたと一緒にニュースを考える飯田康事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願い,いします。よろしくお願いします。ますえー、飯田さんにはね、6月25日のイベントにも出ていただくと。はい いうことになっておりますが、えー、実はこのチケット販売先行受付が終わりまして、で、えー、次はですね、6月5月21日いですから、日曜日の朝10時からですね、えー 一般発売がスタートするということでございます、えー、チケットピアでの申し込み共同東京電話受付に加えて e プラスローソンチケット共同東京のオペレーターの受付も開始するということでございます、まあ、共同東京さんは、えー、朝2時から5時までの間メンテナンス時間で受付停止となりますので、えー、ご注意ください、えー、電話番号申し上げます0570-550-799 0570-550-799、えー、受付は平日11時 から夕方6時まで、えー、土日祝日は朝10時から6時までとなっております詳しくはイベントホームページをご覧いただければと思いますまああと1ヶ月ちょっとということになりますけれども、うん、まあ何が起こっているかまだわかんないですねそうですねあのでもまあこの経済の先行きのお話をしながら、はいうん、え時にですね、えー、まあ 財政政策、金融政策ってそもそも何を目標にするべきなのかっていうちょっとでかい話もしたいですよね。はい、うん。なんかね、もうあの、引き締めることこそが正しいんだみたいなのもいますけれども。うん、そうですね。あの、うん、まあ、とある経済専門の新聞とかずっとそれで論じを張ってましたけれども、はい、ま、どことは言わないんですけれども、<laughs> えー、あの、えー、一方で、やはり現実の日本銀行新総裁、上田総裁は、やはり現実路線、はい、で、うん やはり輸入物価が急落している今ですね。はい。えー、金譜を引き締める理由がないわけですね。で、これ実は、あまあ、あの、就任の前の段階から、はいえ、ずっと、上田先生その話をしてたのに、うん、なぜか報道になると、うん、えー、変わる変わる。まあ、これね。 ちょっと良くないマスコミ癖なのかもしれないんですけれども、えー、変わるって言ってた方が、記事が盛り上がりやすいっていう、はい。そういうことですよね。現状維持でしたと、つまんねえじゃねえかよ。だったら記事にする必要ねえじゃねえかなって。だからなんか、ちょっとね、その利上げ観測を、はい 煽りすぎたしかも煽った理由が何かあの、えー、特定の利益目的とかそういうんじゃなくて、うん、なんかそうやった方が盛り上がるからだったんじゃないかなってちょっとね悪いところが出た感じですよねなるほどでね輸入物価の急落の話が出ましたけど一三月期の GDP 見ても輸入物価が、はい、まあ輸入の方が減ったっていうのは、うん、この押し上げには一役買ったみたいな基、ね、調、はい、率的にそうですね、えー、さらにですね、えー、まあ GDP で、はいえー、ものの生産 付加価値の生産を表すんですけれどもその中で2つのデフレーター2つの物価というのが出てきますそれが GDP デフレーターこれはあの日本国内で取引されているすべての商品輸出にも含めてなんですけれども一方で国内需要デフレーターというのは国内で生産されそして国内で購入される商品とかサービス で、最近ですね、この国内需要デフレーター、プラス領域が定着してきました。で、株式市場を見てもですね、はい、値上げをして、むしろ株価が上がったっていう企業が結構多いんですね。で、これを見ていると、これまで、とにかく値下げ一辺倒、はい、値下げこそ正義という流れから、ちょっと企業が覚醒しつつあるんじゃないのかなと。 で、えー、実際ですね、この値下げの無限地獄にはまると、<laughs> あの意外と客取れないんですね。あ<ー>要はあのみんなで値下げしてるんですから、客から見たら、さあ購入する店舗商品を変えようとは思わないわけです。うん、一方で値上げをしてもしっかりとした商品を作っていれば、はい、ですけれども、はいえー、しっかりとしたものを作っていれば、 ちゃんんと売上立つんですねうん、うん、でそういったところからしっかり値上げをするというかできる商品を作っている売り手とそうではない売り手というのはしっかり分かれてきたというところあると思います。<ー>で実際コロナで経営体力弱ってた ところに、はいえー、原材料高だったので、うん、かなり飲食店も整理といいますか統廃<ー>合であったり今うん、うん、新規開業と逆に廃業というのが目立ってます、うん、つまりはこの状況でちゃんと値上げをしてもお客を確保できる店以外はちょっと厳しい今までとにかくデカ盛り安売りって。 ってやってたところは、ちょっと厳しい状況になってきているし、うんはい、私はそれは決して間違えて、え、間違えた方向ではないと思うんですよね。ああ。ヒーブラモンでデフレの時の方がその量での競争になって、今ちょっと上がってきているところでは、今度質の競争が始まるぞと。そうですね。 あの、お<ー>やはりですね、えー、飲食店であり、またはそういった販売、えー、商品のメーカーであり、はい、量とか安さだけだと、うん、まあ正直だったらもっと安い商品、うんえー、例えばまあ海外産であったり、うん、えまあ工夫をして、まああと自分で、自分で料理するばもっと安いとかっていろいろね、大体、うん、選択肢出てきてしまう。だからこそ、どうやって値上げをしていくか。 うん、ね、うん。それに納得してもらうかと。もらうかと。 えー、そして株と為替の動きもお伝えしておきます。現地17日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、えー、前の日と比べて408ドル63セント高い33,420ドル77セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は157.52ポイント上がって12,500.57でした。一方、円相場ですが1ドル137円60銭付近での取引となっております。えー、債務上限問題をめぐって 一般的な見方が広がって反発をしたということでありますまあこのね、えー、債務上限問題については後ほど指示をまたいだところでまた触れようと思いますが指示、えー、またぎまず用意していたのはこちらのニュースです今年4月の訪日客194万人で新型コロナ後最高を更新 政府観光局が昨日発表した推計によると4月の訪日外国人客194万9100人でえ新型コロナの影響で急減した2020年2月以降最高だった前の月を超えたということでありますえ年間2000人を上回るペースだと言われておりますこれはまあ流れ的にはこうなりますかいやまあそうですよねあのコロナ後最高じゃなかったら困りますよね <laughs>、あのー コロナの間、もう数千人みたいな月もあったわけじゃないで、そこからはまあ増えるのは当然なんですけれども、うん、ポイント王としては中国が増えてない、だけれども、<laughs> 回復傾向が続いている、これからあ、まあ、インバウンド、構成国は大きく変わるかもしれないですねうんあそうすると、求められる質みたいなところも変わってくるかもしれない。はいうん えー、ニュース7時またぎ、7時をまたいで経済についてのお話続いてまいります。お日の放送は日本放送です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、訪日外国人客数の話がありましたけれども、うん、まあ、これも国内の経済の下支えにはなりますかそうですね。えー、やはり宿泊サービス業、そして関連した飲食業というのは、うん かなりあの、地方経済での雇用の先にもなりますし、そしてあの、皆さんといいますか、国全体がもっと起業をしろ。 えつまり、あの、業を起こせと。うん、はい。新しい会社作れって言ってるんですけれども、ええ、これは、用の東西、先進国、途上国問わず、うんえー、新規開業で最も多いのは、飲食サービス業です。お<ー>だから、みんな、あの、企業って聞くと、はいお、IT ベンチャーで、えええー、なんかね、上場ゴールデーとか、なんかね、その、でっかい話ばっかりなんですけれども、はいうん 世界中の企業のほとんどは、ラーメン屋さんを始めるっていうことが、バーを始めるとか、そう、あとはマッサージ屋さんを始めるとか、うそういうのが企業なんです。はい、で、これは、えー、みんな勘違いしていて、えー、世界中そうなんです。うんえー、ほとんどがあそういったあの中小の、ね、サービス業なんですけれども、はい、こういったところに、まあ、えー、需要がしっかりあると、 じゃあ、自分の地元に戻って、まあ腕を生かしてレストラン始めようかなとか、はい、あとはバーをやってみよう、スナックをやってみようとかっていうふうに繋がっていって、地元管流の大きな流れっていうのを作ることもできる。だからこそ観光重要なんですけれども、観光客が一つ困ったことがあります。はい、何かというと、彼ら、その街に1円も税金払ってないのに、 ゴミ捨てるし、<ー>道路使うし。ああ、インフラを使うわけですねです。でも1円も払ってないんですよ。はい、さあ、どうしますかというときに、現在全国で導入事例も増えてきてるのが、宿泊税なんですね。はい、で、えー、実際これ、えー、まあ、日本中、どうやって合理的な宿泊税を入れて、観光客に、その、 観光客が使うインフラっていうのを負担してもらうのかっていうのはこれ今後大きな課題テーマになると思います。あの例えばあの南太平洋の島島しょ部とかですと、はい、もう宿泊税というか観光税が主な税収っていう国もある。はい、なるほど 例えば、ねえーまあ、パラオなんかもそうですよね<ー>パラオなんかも、はい、あのたくさんの観光客来るのに彼らが税金を納めないとなると、うん、でタクシー使って道使っても観光客だらけなのに、うん、彼らが税金を納めないと国立ち行かないので出入国の際に税を取ってるとかそこまで極端ではなくてもやっぱ地域経済のインフラを支えるそれを観光客も それなりに負担してもらうっていう意味で宿泊税を入れる。で今だとね宿泊税、はい、単発で入れるとええ、ええ、実はちょっときついところがあって、うん、海外の研究ですけれども海外だとビーチリゾートは宿泊税を入れると結構客減るんですよ。へえそうですか。うん、まあビーチって全部同じとは言わないですけれども、はい、そんなに絶対にこのビーチ ってわけじゃないので。なるほど。小さい価格差が効くんですね。うんえ、五百円とか千円でって思うかもしれないんですけど。要はですね、旅行代理店の方が回避するんです。あ<ー>代理店としては一年間。大量に送り込んだら。はい、結構結構な額なわけですよ <laughs> うん。なるほど、その分自分たちの利益。そうなんです。あ<ー>で、えー、日本だと。うん。 そこまでこだわりじゃなくってなると温泉ですかね、やっぱり。ああ、なるほど。温泉地とかは、あ結構、あの、やるんだったら周辺一斉にやらないと、やったとこ損みたいになりかねないので。ああ、入島税みたいにも取るのが当たり前みたいになってれば、そこまで行けばいいんですけれども、例えば、そのエリアで、ある市、はい だけ宿,宿泊税入れてしまうとかだと、ちょっと厳しいと思うんです。なるほど。なんかで、ね、こういった税制も、これから、うん、まあ、インバウンド復活とともに考えていかなければならないと思いますね。はい、うんさあ、そして、えー、アメリカの債務上限問題についても、お、一言いただきたいんですけれども、これね、はい、えー、外交にもちょっと影響が出てますが、ね。はい、えー、この債務上限、えーはい、実はこれ、日本だったら、通常、え、うん、成立、未成立だったら、暫定の予算が立って、 行政サービス維持されるんでですすねね、はい、確かにそうです、ね、だからこのお、まあ、仕組みって甚ははだ非合理的で、うんえー、おかしいでこれもアメリカの政治家もみんな気づいてるんだけど、はい、なんでこのまま放置されてるかというとめちゃくちゃ与野党間の取引状況条件になるんですよねうん要は野党を今だったら共和党側としてはこれがあるから自分の意見通せるとはいで民主党側も いずれ自分が野党になったときは、これで自分の意見通さなきゃいけない。という意味で、全く合理性がない制度なのに、政局にすると言いますか、取引のカードとして重宝されてしまっている。これは、これがあの、アメリカがどっかのちっちゃい国だったら関係ないのかもしれないですけれども、アメリカでこれをやるってのは世界経済にとって非常に大きな問題だと思いますね、うん。 おはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらです G7 サミットが明日広島市で開幕、核なき世界発信へ。 初の被爆地での開催となる G7 サミット。先進7カ国首脳会議が明日19日広島市で開幕します。21日日曜日までの日程で、G7 首脳は初日に平和記念公演に2時間前後滞在し、原爆資料館の視察などをする予定です。岸田総理は自身が掲げる核兵器のない世界に向けてどう議論を主導できるか焦点となります。 ええー、まああウクライナの土壌情勢であるとかあるいは対、はい、中国というところもね、うん、まあ注目されるところですよねはいやはりこの G7 という枠組みの重要性が、うん、このウクライナ後にですねはい、えー、だいぶ強まってきた、うんえー、これまで結局 G7 ってえー、まあ先進国先進大国のまあお仲間クラブみたいなところがあってはい何か具体的な成果を求められるものではないという時代もあったんですけれどもうん。 ここに来て G7 こそが、やはり西側世界、もう西側世界でいいと思うんですけれども、はい、あの、アメリカよ、西ヨーロッパサイドの国の利害調整機関であり、外交の集約点というのに、うん、まあ、なりつつある。で、まあ、まさに重要な、になった G7。 サミット。うん、ええー。これが開催されるということで、どのような成果が得られるのかは期待されるところだと思います。うん、さあ、あこのあたり、専門家の皆さんどう見ているのか、二松、うん、学舎大学国際政治経済学部准教授の合六強さんともお電話をつないでお話を伺ってまいります。合六さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますさあ、まずこの G7 サミット、ポイント、合六さん、どうご覧になりますか、うん そうですね。あのまず今回は1975年にサミットが始まって以来、日本にとっては7回目の議長国になります、<ー>でまあ、これまで、はい、あのそれぞれの時代で大きな問題っていうのはあったわけなんですけれども、はい、まあ今回はまあロシアによるウクライナ侵攻に加えて、中国であるとか、核軍縮、経済安全保障、グローバルな課題など、まあ どれとってもですね、まあ、ヘビー級の問題が目の前にあって、はいあの、これまで以上に議長国としてのリーダーシップが問われている状況なのかなと考えています。うんまあ、これ、喫緊のまあ課題、ね、いろいろありますけれども、まずそのウクライナに対してのロシアの侵略、まあ、ここについてというのは、どういったこうメッセージ、期待しますか そうですね。まあ、あの、いかにこの侵略を継続しているロシアに対して、ま、さらなる強い措置を講じれるかっていうところが焦点になると思うんですけれども、うんうん この1年、まあ、ロシアに対してこの制裁をかけているにもかかわらず、はいあの、低下しているとはいえ、まだやっぱりロシアには継戦動力があるようですよね。うん、でその一つの要因というのが、このやっぱロシアが第三国経由で様々な物資を調達しているということが指摘されていて、はいまあ、今回のサミットではこれにどう対抗していくのか。 まあ一部では、ですねこのロシア企業に関与した第三国にも制裁を科すべきだっていうような声もあって、ええ、このあたりはですね慎重論もあって、あのこのあたりをまとめることができるのか、あるいはまあ大枠合意継続審議に持っていけるのかっていうところを注目していますうーんその第三国っていうと、まあ、やっぱり頭に思い浮かぶのは中国ということになりますか。 まあ中国もまあ実際にやってるかどうかは分からないですけれども、企業というレベルで、すでにアメリカなんか制裁かけてますし、またイランとかですね、そういった国々も念頭に入れながら、ですねまあ牽制をするという、そういう枠組みができるかどうかですよね、うん、ただこれ、網をかけすぎると、いわゆるグローバルサウスと呼ばれるような国々が入っちゃったりなんかすると、それはまずいですかね。 えまさにその点が慎重論の側の,あの論拠になってるんだと思います。うん、つまりですね、あの下手にですね相手側にこ味方をさせてしまうという、そういう,こう思わぬ結果を生み出さないかどうか、こういったところも、うん、あの慎重に議論すべきでありますし、あの先ほど飯田先生の方から、ですね G7 自体の、はいえー、意味というのは強まっていると思うんですけど、同時にやっぱりですね、うん、この時代の流れとしては、G7 以外のいわゆる進行を 国の,、はい、あの発言力というのも高まってますので、まあ今回、招待国には、各地域の主要国だけじゃなくてです、ね、まあアフリカ連合の議長国であるコモロであるとか、はい、あるいはまああの太平洋諸国の代表であるとか、いろいろ読んで関与しようとしているというのは、そういうところにあの目的があるんだと思います、えー、スタジオには飯田鈴木さんもいらっしゃいますす田ですよろししくお願いいたします。 よろししくお願いいたします、はいえー、その一方で、えー、やはり、今、ま、岸田首相のお、ま、地盤でもあり、ま、広島ひばゆい、えー、国内2つの被爆地の1つである、うんえー、広島開催ということで、核軍縮というのも大きなテーマになるかと思うんですけれども、 このウクライナに対するあからさまな侵略戦争が始まって行われている中で、どのようにして日本核軍縮に対するリーダーシップを持った発言というのをできるんでしょうか。そうですね あの今あったようにプーチン大統領、この1年間、核の脅しを用いながらこの侵攻を続けているわけですよね、でまたあの忘れてはならないのが、やっぱりウクライナの原発も非常に危険な状況にあるんですよね、でこういった中で広島からこの核の威嚇とか使用、絶対認められないというメッセージを出すということは意義があると思いますでまたあの日本の周辺見ても、やっぱり中国が不透明な形でこの核を増強している状況を鑑みれば、ですねすで、はいうん、にこの軍縮に関する成果文書の案の 中でも指摘されているこの透明性というのは非常に重要なキーワードになるかと思います。で、これやっぱり中国が非常に不透明であるというのはですね、対話をするって言った時の基盤がない。 まあ、もちろん信頼もないわけですけども、うん、基盤がないというところを意味しているので、はいまあ、このあたりを積極的に求めていくってことが重要かと思いますうんそれこそ、まあ、旧ソ連、そしてロシアとの間は、アメリカとは中距離核戦力の全敗であったりとか、透明性、新スタート等々ありましたけれども、どうなんですかね、そういう枠組みにこれから先は中国を巻き込んでいく、でも中国はそれに応じない、その駆け引きみたいなところになってきますか。 ええ、ですから、今回はですね、もちろんこの核軍縮の機運をもう一度活性化させたいという意図であって、まあ、広島で このサミットを開くっていうことだったと思うんですけれども現実にはやっぱりこの核軍縮に世界は逆行しているわけですよね。でまあ、ロシアはこの新スタートの履行を停止するということも宣言しましたしこのまま更新されなければですね、まあ、冷戦初期以来この大国間の間でですね軍備管理軍縮条約のない状況に回帰していきますので同時にこのいかにこの日本としてはあの抑止力を高めていくのかその中で、まあ、核兵器をどういう位置づけにするのか といいうのは引き続き続課題になると思いますただ、ですね、うん、この抑止の強化と軍縮・軍備管理を追求するというのは決して矛盾することではないんですよね。うんはい、このタイムラインをどういうふうに見るかということで、うん、先ほど言ったように確かに中国は現時点ではこの軍備管理・軍縮の話し合いに乗ってくる可能性がかなり低いと思いますけれども。うんうんはい しかし、かつてのソ連もそうであって20年、30年という月日つまり1970年代になってようやくソ連も対話に応じてきた、うん、こういう長いスパンで見たときに そういった状況に持ち込めるような形で軍縮軍備管理についても呼びかけを行い続けるということが非常に重要で、うん、その意味で今回は非常に重要なあのターニングポイントになるかなと思いますね。なるほど。そして長期戦には平坦が必要であり、まあ、この西側諸国 G7 の国内でのサプライチェーンの強化というのが重要視されるかと思うんですけれども、 まあもう、現代のサプライチェーン、えこの G7 だけで閉じることはできない。えそういった中でえ、この西側諸国のサプライチェーンについての、まあ、あの、協議というのはどのような形で進んでいくと予想されますかそうですね。あの、今日も、あの、日米首脳会談が開かれるということで、このサプライチェーン 県の,その強靭化とというところは日米でも重要なあの議題となっていて、日米でも今後しっかりと協議していくということですけれども、やはりこのヨーロッパも独自にいろいろ動く中でですね、この日米王というのがしっかりと このサミットを通じてですね認識を共有するというのがまず大前提としてまあ非常に重要だと思いますしまあその意味においてですねまあややこのフランスなんかは先日あのマクロン大統領が中国に行った時にですねややこの前のめりな形で経済投資まあ言い方を変えればリスクを取ってでもこの利益を取りに行くみたいな。 行動を取りましたでこれはヨーロッパからも批判されている部分もありますので、まあ、こういったところで、ですねまず認識をしっかりと共有するっていうところが非常に重要になってくるかなと思いますよね。うんまあ、そして、えーまあ この先の話でありますがあのバイデン大統領がそのクアッドの首脳会議とそれからパパニューギニア訪問をキャンセルした等とちょっとちぐふぐな感じもありますけれども最終的にはどういったメッセージを期待しますか まあやっぱり引き続き、まあ、アメリカとしてですね、まあ、アジア、インド太平洋にコミットし続けるっていうところは最低限強いメッセージとして出してほしいところですよね。で今回これキャンセルになっている理由っていうのはやっぱり国内の問題なわけです。国内のタイム上限の問題なわけですけれども。 まあこれに限らず、ですね今、やっぱりアメリカの国内、非常に分極化していて、うん、こういったアメリカの国内政治、国内情勢の事情が対外政策に反映されて、うんはい、それがアメリカの、まあ、特にアジア、インド太平洋においての、まあ、信頼性というものが低下しないように、うん、まあどういうふうにこの信頼性を回復できるかっていうところが肝になってくるかなと思いますなるほど、五六さん、朝からどうもありがとうございましたはいありがとうございました,たぜひ、いろいろ教えてください、ありがとうございました。 ありがとうございます、えー、この時間二小学者大学国際政治経済学部准教授5六つよさんともつなぎましたおはようニュースネットワークでした今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです <laughs> 食料農業農村基本法の見直し 自民党の総合農林政策調査会と食料安全保障に関する検討委員会、そして農林部会は昨日合同で会議を開き、持続可能で強固な食料供給基盤の確立に向けた食料、農業、農村政策の新たな展開方向の策定と食料、農業、農村基本法の見直しに関する提言について大筋で了承しました。 まあ、増産の指示だとか、有事に備えてというようなことが踊っておりますが。うん、はい。えー、まあ、この、食料、農業、農村基本法と言われると、はにゃ聞いたことねえなと思われる方、うんね、はい。えい。えー、まあ、え、よほど若いリスナーの方以外ですと、農業基本法と。うん、ああ。<ねー S 1> はい。 で、この農業基本法は、戦後の日本において、どうやって食料を確保していくのか、という、さらに言うと食料管理制度のもとで、えー、そういった性質を持っていたものを、改めまして、はいえー、2000年前後、ちょっと正確な年次忘れてしまいましたけれども、食料農業農村基本法というのを20年ぐらい前に作ったんですけれども、うん さすがにやっぱり20年経つと、はい、まあえー、世界的な農業に関する、または食料に関する動向変わってきますので、えー、数年前から盛んに審議会等と開かれて、ちょっと現代化しないといけない、えー、というふうには言われていたんですね。で、えー、このタイトルでもわかるように、まあ、農業だけではなくて食料であったり、うん、そういったものの供給である農村、 それぞれについて、どういう基本政策、基本方針で政策を運営していくかというところなんですけれども、はい、こういう話が出てくるときに必ず滑り込まされるのが、食料安保論なんです。うんはい、で、この食料安保論、つまりは有事に食料をどう確保するのかっていうとき、うん、ちょっとね、役所側も政治側も卑怯だなと思うのは、どういう有事ですかと。 どういう有事かによって、必要なものがまるで変わってくるんですよ。うんはい、なのにね、えー、ふんわり有事って言うんですよね。で、はいえー、想定しているのが、日本が海上封鎖されて、はいえー、まあ、あっていう状況を考えるのか。食料が全く入ってこない。全く入ってこないと。 世界各国からね、舞台が来て、会場を全部封鎖されてっていう状況を考えて、もう一回ね、えーまあ、大,あの大東亜戦争をやってやろうかっていう話を考えてるのか、そうですね。<laughs> そう。もしくは、 国際食料価格が上がった場合っていうのを考えてるのか、ああ、あの、今時のウクライナ侵略よりももっと大変なことになった時ときに。そう。うん、であったり、もしくは、今度は、例えば、うんうん、中国、その中間として、中国との外交関係が悪化したことによって、 中国とお、まあ、穀物製品中心ですけれども取り合いになるというケースを考えてるのかそれによってね必要な対策がまるで変わってくるんですねお、はい、で、えー、おそらくは、えー、いろんなこと安保安保っていうとお食料が入ってこないみたいに煽りながら、はい、結局は国際食料品価格の高騰のケースを取り扱いたいと思うんですあ扱いたいんだと思うんです <が>海外で、はいえー、そういったあ穀物価格が上がったときに、ええ、国内だけ低く抑えるっていうのは。 自由貿易やってる限り無理なんですよ。で、えー、今だと様々な関税措置で海外からあ国内に農作物入ってくるの、まあ、特に穀物類については防いでますあ。これ勘違いされてる方多いんですけれども、野菜果物については日本は、うん、あ農業関連の関税、農作物関連の関税、国際的に見ても低いです。うんあのー、穀類だけ。穀類だけ。なんですよ。 まあ、活性の交渉で米がうで、ね、というのがあったわけですもんね。で、その際に国際価格が上がったとき、本当にぶち上がったとき、いや、それは日本の、うんうん、農業、農家の方は、それは海外に売りたいって思うし、いわゆる食品関係を扱っている、一番でっかい商社といえば農協系、はい、なんですけれども、はい、もう外に売りたいって思うんじゃないと。 それを防ぐ仕組みっていうのをどう作るのか、うん、現在検討されているのは、えーまあ、農家や民間企業に対して流通規制を発動できる法整備の検討に入ったとなるほどこれをどういうふうな形に着地させていくのかあここが見ものだと思うんですねうん,、うんうんえー、今日のキーワード「食料農業農村基本法の見直し」というところをお話しいただきました お送りしております。オッケー工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、新庄一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スケベアップ <music> 岸田総理、今日、大手海外半導体メーカー、幹部らと面会へ。 国内への積極的な投資や日本企業との連携を呼びかけるため岸田総理が今日にも総理官邸で海外の半導体メーカーの幹部らと面会することが分かりました経済安全保障の観点はもちろんのこと日本の半導体産業の競争力強化につなげる考えです台湾の TSMC だとか韓国サムスン、うん、アメリカインテルなどなどと というところだそうです。はい、えー。半導体、えー、<い>この産業で、えー、非常にキーになっているのが、日本、うんえー、そしてアメリカ、そしてオランダ。うんえー、要はですね、はい、半導体製造機械を作る企業を持っている国ということになるんですね。で、えー、一方、日本の場合は、半導体製造装置は 作ってるんだけれども、うん、半導体の生産は現在ではあまり盛んではない状況だと。はい。そういった中で、えーま、主要各社としては、うん、例えば、まああの、韓国のサムスン、うん、等ですと、えーえー、どうやって日本の製造機械を,をスムーズに提供してもらえるのか。うんえー、中でもこれあの、昨年来、アメリカが 中国で展開する企業に対して半導体製造装置の提供というのをやめると。はい、えー。で、まあ、サムスンはあの猶予期間をもらったんですけれども、そういった中でどうやって日本製の製造機械というのの、えー、調達を続けるか。これが、えー、一つの課題。今度は逆に日本側の課題、またはアメリカの課題としては、はい、どうやって えー、せっかく製造装置を持ってるんだから、えー、作れる状況なんだから、どうやって生産そのものも国内に回帰させるか。はい。えー、まあ TSMC すでに熊本で展開していますけれども、はいえー、各社あ、製造拠点っていうのを日本国内に置いてくれないか。うんこの二つの駆け引きだと思うんですね。えー で、この半導体、なんでじゃあ日本は半導体の生産を行わないんですかっていうとですね、単純化するとそんなに儲かる産業じゃないんですよ。うん、もはやそうなんですね。で、だけれども儲からないけど、はいおまあ、これよく産業の米って昔言われたんですね。そうですね、言われましたね。それと近くて、米も絶対に必要なんだけど、儲からない。 あんまりん、えー、半導体も絶対に必要だけど儲からない、はい、じゃあその状況で、えー、それこそ TSMC のようにビジネスモデルを変えることで利益を確保した企業もあるんですけれどもん、ね、あんまり儲からないものを国内にしっかりと根付かせるためにはうん、うん、今度は当然ながら補助金が必要になっていくるとか税制優遇が必要になってくるけれども。 えー、無限に国営半導体製造企業なんかつ作ったら、ろくなことにならないですから、うどうやってこういった海外企業の生産拠点を持ってくるのか、ここからはね、もういくら出せるんだっていう話に、えーまあ、落ち着いていかざるを得ないいと思いますなるほどで、プラスそのインフラ面というか、うん、日本の場合は、まあ、熊本。 という立地はお水が良くって、そしてまあ九州電力の管内で、はい。電気が安定してて、あまり高くないと。 そうなんです、えー。ずっとですね、えー、ここしばらく、ってますか、はい、コロナ前ですよ。うん、あの、どうやって東北エリアに工場誘致をするのか、大きな課題で、えー、実際、まあ、日本海側、例えば山形県等、うんえー、では、かなり工場の回帰というのが見られてたんですね。うん、あの、典型的なのは東根地区とかですけれども、あ,はい、あの、そういったところに入ってきてたところも電力高で、うんはい えー、誘致が止まってると。で、東北電力管内、やはりですね、えー、まあ、ちょっとなかなか原発再稼働に向かっていくのは困難。プラス、この資源高ですと、はい、やっぱりそれだったら原発稼働させてくれるところに、ちょっと今後、こういった、まあ、えー 製造業の国内回帰は、これまで海外との競争だったんですけど、正直、国内他地域との競争になりつつあるっていうのを、各地方の各地域の自治体の方、ちょっと意識しないと、これまではね、変な話ですけれども、みんな仲良くなったんですよ。だって敵は海外なんですから。はい。だけれども、ちょっと製造業誘致については、敵は海外じゃなくなってきたな、 もちろんあの日本国、またはアメリカの国際戦略として日本国内に生産拠点戻せっていうのは、はい、もうこれも大前提になってるんで、じゃあどこって言った時に、各自治体、まあ、県とかが多いかな、大規模工場だったら、えー、その、まあ、意思決定によって、全然ダメなエリアと、はい どんどん国内回帰を受け入れられるエリアっていうのが出てくると思いますねうんまあねそれこそ今週話題になっていた電気料金の値上げについて、うん、まあ,あれは家庭用の電気料金でありますけど7社値上げであれ、うん、国内の電力会社ってもう3社あったよねというこれが九電関電、うん、中部電っていう中電まあ中部電はあれですけど2社は原発,ああ熱発動かしてますからね 結局そこになってきてしまうぞと。そうなんです。再生可能エネルギー、遠い将来には、はい、何か電源として期待できるかもしれませんが、現時点だと、うん、やはり今原発の重要性っていうのは揺るがないなと感じますねあ、まあ。そんな中でね、あの、国内のその半導体のメーカーで言うと、ラピダスという会社ができて、はい、で、ここは北海道に工場を作るんだという話が出てきました。うん、ここ、この決断っていうのはね、電力価格で言うと、 有利不利どっちなんだろう、ね、ああ、そうそう。で、えー、北海道はですね、はいえー、もともとはあのまあ原発うあるんですけれども、ええー、泊,り原,、ね、泊り原発、泊り原発。 やはりここのところちょっと電力料金高い。うん、で、えー、これをどう下げていくかあ。で、北海道の大きな利点というのは、えー、地震がそんなに多くないと。あ,<ー>あくまで相対的なんですよ。はい、あの、日本列島で地震が絶対にないなんてことはありえないんですよ。うん、あの、うん、非常にまあ大きな災害になってしまった、しまった熊本をも、もともとはデータセンター等を誘致するときに、はい、うちは地域的に地震が少ない。 少ないいですっていうのを売りにしてたんですよねなまあ相対的なものなんですけれども比較的地震が少ない北海道そして地価が安いうんで、えー、そういったところを生かすと何と言っても土地がありますからはいで何、えー、と言っても強い地盤強地盤の場所が多いのでうーん北海道は有望なので、えー、本来であれば どうやって北海道に、はい、えー、まあ原発を新設していくかっていうのが私はポイントだと思ってるんですけどね、えー、ここだけニューススクープアップでありました、えー、このコーナーも含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信してまいります詳しくは番組ホームページをご覧ください